Audio Jungle。反転攻勢のチャンス。ロシア正規軍とワグネルに確執。激戦地バフムトでロシア失速か。ウクライナ東部の激戦地バフムートでの戦闘において、ロシア正規軍と民間軍事会社ワグネルの関係に亀裂が生じていると報じられています。ワグネルはウクライナ東部での戦闘において、ロシアが支援する分離主義勢力の側で戦っているとされており、ロシア正規軍と協力しているとの見方が一般的でした。しかし最近、ロシア正規軍とワグネルの間で地位や戦果の分配などに関する確執が生じているとの報道が相次いでいます。この確執がロシア正規軍の戦闘力を低下させているとも指摘されています。ウクライナ軍とロシア軍それぞれに少なくとも数千人の死者が出ていると言われているバフムト。攻防戦が激しさを増してから4ヶ月が経とうとしています。軍事的にさほど重要ではないとも言われている場所ですが、内外の注目度が増しているため、象徴的な意味合いで重要度が増してきました。ゼレンスキー大統領は先週2度目の訪問をし、一方のロシアも国営メディアがワグネルグループゼレンスキーが訪れたバフムトの工場を完全掌握と報じました。この工場はゼレンスキー大統領が3ヶ月前1度目の時に訪れていた場所です。あえてロシアが強調したのは、戦果のアピールとして申し分ないと判断したからなのかもしれません。ただバフムトでロシア軍の動きが失速していると分析されていて、その背景には内部分裂があるとの見方も出ています。民間軍事会社ワグネル創設者プリゴジン氏、我々は嫉妬の対象となっている。ロシア正規軍は意図的に弾薬の供給を止め、我々が何も成し遂げられないようにした。戦争研究所、正規軍はアウディーフカ方面で新しい旅団を編成し続けている。バフムトの侵攻はワグネルが中心に行っていますが、軍との間で手柄争いが発生し、正規軍の援助が限定的になっているようです。その正規軍が今攻勢を強めているのは、バフムトから南に60キロのアウディーフカです。ウクライナ軍報道官、第二のバフムトになる可能性がある。ウクライナ防衛軍、我々の軍がロシアの無人機を落とします。防空壕へ避難した方が良さそうです。無人機は的を定めて攻撃してきて、ロシア軍はミサイルや武器不足だというのは噂に過ぎない。人を含め様々な標的を攻撃しています。 RFE 記者、このゴーストタウンは攻撃により被害が拡大しています。ウクライナ防衛隊によりますと、よくあるロシア軍の戦術で、都市の占領はできなくても完全に破壊していくのです。人が隠れられる建物と動くものすべてが標的になる状況でした。ここにはまだ2000人の民間人が残っていますが、段階的な避難が始まりました。住民、母は98歳なので移動の時に死ぬかもしれない、ここにいたいですが、子供たちは避難して生き延びてほしいと言っている。地元の軍事行政官はスパイ活動を警戒して携帯電話を使えなくすると発表しました。アウディーフカバラバシュ軍事行政官、モバイル通信を遮断します。数日間は携帯の充電が可能ですが、住民、特に子供のいる家族はこの地域を離れなくてはならない。守り重視でウクライナ反撃は、防衛省防衛研究所の兵頭慎治さんに聞きました。対立した背景は何ですか？兵頭さん、東部のバフムトは去年秋からワグネルが主導権を握り攻勢を強めていた。ただ必要以上に政治影響力が高まる創設者のプリゴジン氏を抑えるため、プーチン大統領が正規軍に戦果を出せと指示、手柄を取りたい正規軍との間で対立激化していた。今後の戦況にどう影響しますか？兵頭さん、ロシア側はバフムトをはじめドネツク州制圧に向け多大な犠牲を払いながら攻める戦い方から、今の支配地域を死守する戦い方に変える可能性がある。ロシアが守りに入ると
ウクライナにとっては反転攻勢に転じるタイミングになりますか？兵頭さん。ウクライナ側はやりづらい点も出てきます。ロシアの兵力を消耗させてから、春から夏にかけて大規模な攻勢を狙っていたが、ロシア側が当面守り重視になると、東部、南部奪還の動きが鈍る可能性も出てくる。ロ・プーチン最側近、核使用を示唆。国家の存在を脅かされた場合、あらゆる敵対国を破壊できる。ロシアのプーチン大統領の最側近が、欧米に対する反撃に核を使う可能性がある考えを改めて強調した。ロシア安全保障会議のパトルシェフ書記は、プーチン大統領に最も近い側近で、27日、ロメディアのインタビューで、ロシアは忍耐強い。軍事的な優位性で誰かを威嚇することはない、と述べた。一方で、パトルシェフ書記は、国家の存在が脅かされた場合、アメリカを含む、あらゆる敵対国を破壊できる近代的な独自の武器を持っている、と反撃時に核を使う方針を示唆した。ロシアの核戦略の基本原則、核戦略ドクトリンでは、国家の存在が脅かされる攻撃があった時、などと定めていて、発言は核を使う基本原則を強調する形で、ロシアと直接衝突すべきでないと、欧米に改めて警告したとみられる。ショイグ氏は、核兵器について、私たちはそれを使用する準備ができている、と語りました。また、ウクライナとの戦争についても、ロシアが戦争を選ぶことはなかったが、強硬な立場を取らざるを得なくなった、と述べました。このような発言は、ロシアが核兵器を使用する可能性があることを示唆しており、世界的な注目を集めています。一方で、ロシア政府はこれまで、核兵器は防衛目的での使用に限定するとの立場を取ってきましたが、今回の発言はその立場を変えたものと受け止められています。ドイツ、戦車をウクライナに引き渡し、イギリスの戦車も到着。ドイツ国防省は27日、同国製の主力戦車、レオパルト2をウクライナに引き渡したと発表した。引き渡されたのは最新型の戦車18台。ウクライナ兵は操縦などの訓練を受けてきた。ドイツのボリス・ピストリウス国防相は、これらの戦車が前線で決定的な貢献をするのを確信していると述べた。ウクライナの報道によると、イギリスが供与を表明していた同国製の戦車、チャレンジャー2もウクライナに届いた。ウクライナ政府は、レオパルト2の到着についてまだコメントを出していない。チャレンジャー2に関しては、初回分が届いたとしている。ウクライナはしばらく前から、ロシアの侵攻に対抗するためとして、より新型の車両や兵器システムを西側に求めている。友人たちの手に渡った。レオパルト2は、北大西洋条約機構、NATO 加盟国の主力戦車としては最高レベルとされる。ヨーロッパの国々で計2000台近く使われている。ドイツは当初、レオパルト2のウクライナへの供与に消極的だった。しかし、今年1月に供与に同意、他国が保有する分についても、ウクライナへの供与を認めた。ドイツの法律は他国がレオパルト2を再輸出することについて、ドイツの承認が必要だと定めている。ピストリウス国防相は、戦車が約束通り、そして予定通り、ウクライナの友人たちの手に渡った、と述べた。ドイツ軍はここ数週間、ウクライナの戦車乗組員に対し、レオパルト2の新型 A6 の操縦訓練を実施してきた。レオパルト2は、ロシアの主力戦車 T90 に対抗するために作られた。西側諸国のほとんどの戦車よりも維持管理が簡単で、燃費に優れているとされる。ドイツはウクライナに対し、レオパルト2の他にも、戦車回収車2台とマルダー歩兵戦闘車40台を引き渡している。ウクライナのオレクシー・レズニコフ国防相は、西側の国々の軍用車両と並んだチャレンジャー2の写真を自身のフェイスブックに投稿、軍事芸術品だとした。A 国防相はコメントの求めに応じていない。ただこれまでに、イギリスで訓練を受けていたウクライナの戦車乗組員が訓練を終えて帰国したと認めている。